皆さんこんにちは、鉄坊でございます。いつも暇坊主チャンネルご覧くださいましてありがとうございます。さて本日ですけれども、小田急の3000型 SE ですね、 SE という車両が、機械遺産に認定されたということで、恥ずかしながら私機械遺産というものを全く存じ上げませんで、今回ちょっとそれを調べてみましたんで、それについてお話をする回でございます。機械遺産に詳しい方については、こいつは今更何を言っとんだと、思われるかもしれませんけれども、よろしければお付き合いくださいませ。はい、ということで、まずこの機械遺産というものですけども、これは日本機械学会、学会です。大学のこう偉い先生で、工学部の教授であるとか名誉教授とか、そういった、その機械に関するですね、分野の、ビッグネームの方々が名前を連ねている非常に、権威ある学会、これが2007年創立110周年を記念して、設定された制度ということで、110周年という歴史から考えても、これが非常にこの中で分野では権威あるものというふうにお考えいただいても結構かと思います。でこの110周年を記念して設けられたこの機械遺産という制度ですけれども、実際にその歴史的に非常に価値があって、で日本のこの機械のそういった、分野においてですね、非常に大きな貢献をしてきたものっていうのが対象になるわけですけれども、実際に、現存しているもの、もう過去にこんなものがありましたねって言って、もう今ないですっていうものではなくて、実際にものが残ってるということと、それから動かせる状態であること、動かせる状態っていうのは、例えば小田急のこの3000型 SE はロマンスカーミュージアムにありますけど、じゃあこれすぐに今動かせるかって、そういうわけにはないですよね。きちんとやっぱり整備し直さなきゃいけないんですけれども、ですから生体保存であってもきちんとすればまた動かせる状態になるようなものっていうのが動かせる状態、今すぐ動くっていうことでもないです。ですから生体保存されている機関車とかでも実際にちゃんとまた整備すれば動くっていうような状態ですから、中のパーツがもういくつか取り除かれてて、もう実際動かすことができませんって、見かけだけですっていうんじゃなくて、ちゃんと中のもの全部あるっていうことが前提になってます。でこれは2007年以降毎年こう候補が出されて選出されていってます。多い年、例えば2007年創立の時なんていうのも10以上ありましたし、今回の、この3000SE の今年の場合に言えば4件かなということで、年によって多かったり少なかったりあるんですけども、やはりですね、近年少しずつやっぱり認定される、だんだんそれはもちろんね、2007年からやっていけば、最初の頃はもうこれもってたくさんあったと思うんですけど、だんだん今年が経つと、厳しいものになっていくということで、そういった中で、3000型 SE が選出されたっていうのは非常に小田急にとってもこれ名誉あることではないかと思います。でその3000型っていうのはね、鉄道ファンの皆さんならよくご存知の、ロマンスカー、実質的に言うと小田急が言うロマンスカーっていうものを、一番最初にロマンスカーっていうふうに、登場した、車両と言ってもいいと思うんですけれども、これは、新宿と小田原を60分で結ぶということを目標に、開発されたもので、当時としては画期的な、流線型のボディ、前面がクーッとこうすごいもう空気抵抗なさそうだなっていうのは前面で、流線型の前面、それから当初は画期的なこのモノコック構造であるとか、連接台車、連接台車っていうのはスペインのタルゴっていう車両ありますよね、あそこから発想を得たっていうふうに言われておりますけれども、こうしたさまざまですね、新しい技術を盛り込んで、作られたものでございまして、でこれはですね、当時、新幹線、っていうものをこう今こう考えていこうというようなことがあって、それによって新幹線が技術にフィードバックするようなこともあったということで、鉄道技術研究所からも技術協力を得ているというようなことでございまして、実際この後新幹線ゼロ系の開発にも役立ったというのは大変有名な話ですね。で当時の狂気、最高の時速 145km をマークしたということもあって、もう本当に日本の鉄道の歴史を考えても、本当にエポックメイキングな、本当にもう革新的な車両というふうに言われております。実際これ今ロマンスカーミュージアムにね、展示されていて、今回110番目の遺産に認定されたということですけども、他にもですね、この車両に関して言えば鉄道車両でブルーリボン賞っていう賞がありますよね。新しい車両が出た時 にもらえる賞として、これ非常に喜ばしい賞というふうに言われていますけれども、このブルーリボン賞っていうものを、制度が設立される、最初のきっかけになった、でこれ第1回ブルーリボン賞を受賞している車両ということでも、大変、有名な車両ということでございます。実際にはこの後登場した時に8両編成出てきたのが、その後新しい次の車両ですね、
NSE とか、LSE とかっていうやつですね。今度はロマンスカーでも運転台が上に行って前が一番最前ですが席になったようなやつありますよね。こうしたものが登場してくることによって、だん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 こう一線から退いて、で最後は、8両編成から 5両編成に短縮されて、御殿場乗り入れの朝霧ですね、あれに運用されるようになっていったっていうようなことがございます。私が子供の頃に昔あったとこ、私鉄大百科とかね、私と同じぐらいの年の方なら分かると思います。ああいう本に行くと、もうその頃には御殿場特急になっていたかな、5両編成になっていて、で、当時はやっぱりその後に出てきた NSE とか LSE とかの方がですね、高運転台で上に運転台があって、一番前のね、最前列の席のところっていうのはやっぱり鉄道ファンの憧れでもあったんで、どうしてもそういったところに目が行きがち でスーパーエクスプレスっていうのは、やっぱりどうしてもそういう車両からするとちょっと古い感じがするから、私とか、当時の子供って多分みんなそうだったと思うんです。やっぱり NSE とかその後に出てきた LSE とかにみんな心惹かれるわけで、SE というのはちょっと古い昔の方みたいな感じにちょっと思われたんですけど、今思えばね、今こうして自分が大人になって思うと、やっぱスーパーエクスプレスの方が味があっていいよなみたいな感じがしますよね。特に私が知っているスーパーエクスプレスというのは、御殿場線に入ってからの話なんで、8両編成を5両に縮めて、その代わり中間車を先頭車に改造してるんですよね。でその改造した先頭車っていうのは最初に出てきたやつと違ってヘッドライトがちょっと横にあって、真ん中にこう、ヘッドマーク的なところがあるんで、ちょっと最初のものとデザインが違ったり、あと、最初に連結機があって充電にできるようになってたりとかするんで、ちょっとそのあたりが違うんで、どっちかっていうと私が知っている SE っていうのはそっちなんですよね。後で改造されて出てきた方、最初のやつっていうのは本当は全部先頭車に連結機もなくて、ヘッドライトが本当に正面の真ん中のところに2つ集められているっていう昔ながらのやつ、今見るとこっちの方がなんか昔いいな、かっこいいなっていう感じはするんですけれど、子供の頃はね、どうしても新しいものね、子供のやっぱり新幹線とかそういう分かりやすいものに行くんでね、そういう風に思ってた思い出がございます。ということで、今回こういった非常にですね、鉄道界において大変に大きな貢献を果たした、3000型が、このように機械遺産に認定されたんですけど、過去にどういう車両があるのか、どういうものが鉄道関係で認定されているのかっていうのをちょっと見ていきました。でまず一番最初、11番目に、鉄道の機械として初めてやっぱり新幹線ゼロ系です。これゼロ系の開発にはこれがあるということで、ゼロ系の元になったこれが今回認定されたっていう、3000型が認定されたというのは非常に感慨深いものもあるんですけれども、これが11番目で、これは実際京都鉄道博物館に今もあるということで、これで広告対象になってます。続いて、230型233号タンク式蒸気機関車で、これも京都にあるんですけれども、これ12番目、ゼロ系と同じ時かなに認定されています。一番最初に認定されたのが、確か機械遺産として一番最初に2007年に認定された中の一つに入ってますね。これも、この一番最初の時ですね。あとそうか、次に紹介するこれも筑後川橋梁もそうですね。この辺までが、第1回目2007年に認定されたものですけど、すいませんちょっと話前後しますが、この230型233号っていうのは初めての、国産の日本で作られた初めての蒸気機関車っていうのがこの230型233号タンク式と呼ばれるものでございまして、そういうもので、もちろん日本初の、国産の蒸気機関車ということで、これも認定されている。で続いて旧筑後川橋梁、これ重要文化財にも指定されてるんですけど、今はもう遊歩道になってますけど、昔はこれ佐賀線という、廃線になっちゃいましたけど、その鉄道路線にかかってた橋ですね。こう跳ね上げでもね、こう上下する真ん中の部分、要するに橋が低いから船が通るときに、橋があると通れないから船が通るときにこう橋のここがこう上がる、こういう風にグイーンと上がるような橋、小海峡っていうのかな、船が通れないところの橋っていうのはこう跳ね上げの橋とか、片方の場合もあれば両方もあるんですけど、そういうのとそれから橋の一部が全体的に上がるっていうのがあって、で筑後川橋梁の場合これですね、小海峡って呼ばれるもんですけども、これも、非常に重要なものだということで、重要文化財にも指定されているということもあるんですけども、これが、一番最初に2007年に、指定された認定されたものとして、こちら3つが鉄道関係として挙げられています。続いてですね、次は青函連絡船と、
それの可動橋ですね、これはですね2011年、44番目に、認定されています。で実際、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、青森と函館両方に、残ってます。船が残ってるんで、まあ、その船とそれから、その青函連絡船にこう乗るときにあったこう橋があるんですよね。でそこのところの橋、こうしたものがですね、鉄道の、まあ、遺産であるんですけど、機関遺産として2007年にこれも登録されています。それから同時期に認定されたものとして ED15 型電気機関車、これは国産初の電気機関車でございまして、でこれも非常に価値が高いということで、これはですね、あの鉄道博物館とかそういうところにあるんではなくて、日立製作所の水戸事業所に置いてあるものだそうでございます。まあ、この2つがこの時の、44番目45番目ということで、2011年に、認定されているものでございます。続いてですね、翌年2012年東急の5200系と7000系、これはですね、日本初めてのステンレス車両ということで、まあ、その後今でこそステンレスの車両って珍しくなくなったんですけど、当時ステンレスの車両って非常に珍しくて、でしかも、塗装もしてないこう銀ピカの車両っていうのは非常に目を、なんか引くと言いましょうか。でこれはまあ、塗装することもないし錆びないしということで、メンテナンスがしやすいし、それからコストも下がるということで、今でこそ、こうしたステンレスの車両、ステンレスで帯だけでこう色が塗ってあるみたいなのも非常に多いんですけども、まあ、当時としては画期的でこういうものがございました。でこれが、45番目ということで、2012年かに設定されているものでございます。あと一つ、鉄道じゃないんですけど書き忘れたんですが、同じ年に吉野のロープウェイですね、あの桜の名所として知られておりますけども、吉野ロープウェイ、吉野のこの桜の木の山にかかっているので、これあの現存する日本最古のロープウェイということで、それも同時期に認定されております。で続いてですね、2015年に認定されたものとして、三重県にある末広橋梁ですね、これがあの四日市にあるんですけども、これはあの先ほどの筑後川と違ってこう跳ね上げ橋っていうようなものですね。片方式の跳ね上げ橋、船が通るときだけこう上がるというか、今はもうほとんど上がった状態で、鉄道が通るときだけ下げるみたいな状態になっているみたいですけれども、まあ、これはですね、実際に貨物列車が今でも通ってます。で、中部国際空港ができたときに結構たくさんのこう土砂を運ぶ貨物列車が走ったとかっていうような話も残ってますね。でこれが、ナンバー、70番目に、まあ、認定されたということでございます。で続いて2017年に、国産初の地下鉄車両ということで、モハ1000型の1001号、あの銀座線で使ったものですね。でこれが86番目として、認定されたということで、まあ、こうしたですね、鉄道のそれぞれ節目になるもの、日本初、国産初、重要文化財に指定されている、他にはないみたいな、やっぱりそういう非常に価値あるものがここではこのように、まあ、指定されているわけでございまして、小田急の3000型 SE も今回その中の仲間入りを果たしたということでございます。まあ、これはあの今回機械遺産に認定されたということで、これを記念してね、ロマンスカーミュージアムでもいろいろなイベントが行われたりとか、あとはですね、通常この3000型の中って入れないんですけれども、今回はそういった中に入れるようなイベントっていうのも、まあ、あの人数限定だそうですけども行われるようでございますので、あのご興味のある方はそちらに行かれてもいいのではないかと思います。小田急のロマンスカーのミュージアムのところをですね、ウェブサイトに行けばそういったことも書かれていると思いますので、ぜひですね、この機会にこの日本の新幹線の、まあ、このですね、原型にもなったというですね、非常にかっこいい流線型のこの3000系SEをご覧になってはいかがかと思います。ということで、本日は以上でございます。ご視聴どうもありがとうございました。